号砲なて第8レース S 級特典競争1つ目のスタートです。上位人気の中四国勢がポンと前を取りに来ました。4番の高原仁が前に出て先頭に追いかけます。3番の片岡雄志です。車間を詰めていくのは2番の岡田太一、1番小林則之、1番の小林には静岡ラインは7番土屋雄二です。6番手から5番の吉岡敦が上がっていきます。現在7番手1番後ろ6番宮城阿部拓馬です。序盤の位置でありますが中四国勢が前段はここは片岡雄志、徳島勢で高原仁吉岡敦、中段にここは東北関東両者であります。6番宮城阿部拓馬に今日は2番車栃木の岡田太一、後ろ詰めが小林則之土屋裕二静岡コンビで3対2対2対列固まりました。準決勝同様連携であります。3番の片岡、4番高原のコンビ人気の中心であります。予選競争片岡裕二は近藤にかまされ3着があります。4番の高原メンバー中ただ1人各上位俊一得点組であります。準決勝同様片岡に任せます。5番の吉岡敦が3番で固めます。昨日の9レースは近藤ライン3番手の競争でありました。4番手から6番の阿部拓馬です。昨日の8レース一般戦うまく吉田の番手に収まり直線かわす競争の2着です。3周目に向かいます。ここに今日は栃木2番の岡田、今シーズン初めての番手戦です。静岡コンビが後ろ攻めです。予選競争は先行で3着粘った1番の小林に7番の土屋、予選競争は近藤マークを追い込んで勝ち星を上げている7番土屋、2勝目を目指します。残り2周半です。3番の片岡が1番前、6番の阿部が4番手、1番小林が6番手の自力3人の位置取りです。少し車間を空けて1番の小林がどこで動きを見せるか。3周回4コーナー、静岡2社がレースを動かします。6番阿部の横を通過、本戦の片岡ラインを抑えに行きます。打勝の周回、3番の片岡の上から4周1コーナー、1番の小林が抑えます。7番土屋静岡勢の上から2コーナー、6番の阿部がさらに抑えに行きそうだ。3番の片岡5番手から打勝前でもう動き始めた、リスタートを切った。3番片岡決勝に乗れなかった悔しさ、この特選で逃げます。叩き返せ先行だ。6番の阿部が4番で、1番の小林6番で、結局初回の位置に別戦は戻された。片岡の気持ちが勝るか、三者の厚みアドバンテージがあります。6番阿部が4番手、最終の一戦だから2コーナー、阿部は4番手、小林6番手、中段後方、まずは6番手から1番の小林の再アタック、5番手4番手6番の阿部が合わせる、阿部の合わせに小林はジェットになった、合わせて2センターが6番の阿部が追い込む勝負、番手が4番高原抵抗直線コース、3番加藤が先頭、番手が4番高原、4番高原6番阿部、4番6番当たりでしょうか。最後4番高原がわずかに阿部に競り勝ったか。8レース S 級特選競争、小林の反撃を阿部が合わせて、その勢いで強く攻め込んできましたが、高原も合わせながら最後直線踏み合い、なんとか高原踏み勝った模様で、4番6番の3着どうか。3着争いはどうでしょう。うち3番の片岡選手がなんとか粘り込んだか。4番6番3着3番若干優勢に見えますが、決定放送どうぞお待ちください。